ドリアンは、ドリアン族に属するいくつかの樹木種の果実である。ドリアン族の種は30種類が知られており、少なくともそのうち9種が食べられる果実をつけ、インドネシアでは300、タイでは100、マレーシアでは100を超える品種が存在する。ズリオ・ジビスニスが国際市場で入手可能な唯一の種である。その他の種は生産地域で売られている。ドリアンは、 ボルネオ島とスマトラ島に自生している。一部の地域で果物の王様と名付けられているドリアンは、その大きさと強い方向、棘に覆われた外火火が特徴的である。ドリアンは長さ 30cm、直径 15cm まで成長し、典型的な重量は 13kg である。形状は卵形から丸型で、外皮の色は緑色から茶色。 果肉の色は炭鉱色から赤色と種によって異なる。一部の人々はドリアンが心地よい甘い香りを持つと考えるが、その他の人々は不快な匂いが飼っていると考える。匂いは高い評価から強烈な嫌悪感まで様々な反応を引き起こし、腐った玉ねぎ、テレビン油、消化水の匂いと様々に形容されてきた。その匂いは数日間残ることもあり。 東南アジアの特定のホテルや公共交通機関ではドリアンの持ち込みが禁止されている。対照的に19世紀のイギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスはその果肉をアーモンドで強く風味付けされた豊かなカスタードと形容した。果肉は様々な熟成段階で食べることができ、東南アジア料理の様々な良い,い香りのする甘いデザートの風味付けのために使われる。 種子も調理すれば食べることができる。1580年頃に初めて使われたドリアンという名称はコマレー語の単語ツーリーに由来し、名詞形成説備字案が合わさったものである。種商名のジベンサイネスはその匂いで知られる邪行猫の名称に由来する。ドリアンの花は通常日中は閉じている。 ズリオセンスラトには30の基地種がある。ズリオセンスストリクトはこれらの種のうち24種からなる。ズリオ SL の残りの6種は独自の属ボスキーヤを構成すると現在一部の著者らによって考えられている。ズリオ SS とボスキーヤは植物体の形態的な特徴では区別がつかず、花の構造についても多くの特徴を共有している。 これら2者の決定的な違いは、ボスキーヤでは、薬室がいただき口で開いているのに対して、ズリを、SS では縦の切り込みで開いていることである。これら2つの族は、ドリアン連内の別の族であるクレニア族と、姉妹関係にある、系統群を形成する。これら3つの族は共に、高度に就職された薬によって特徴付けられる、系統群を形成する。 ドリアン族ズリオは一部の分類学者らによって、パンヤカに、その他の分類学者らによって広く定義されたアオイカに、またその他の分類学者らによって、わずか7つ除くかなるより、小さなドリアンカに置かれる。ドリアン族は単質型薬の存在のためしばしば、パンヤカに含められる。しかしながら、分子データを用いたアオイカの系統樹を調べる。研究によって、 ドリアンレンズリオーネアへは拡張されたアオイカのヘリクテレス赤に置かれるべきだということが明らかになった。これらの研究の著者らは単質型薬はドリアンレン及びマルバサーカ・クレードにおいて終練進化してきた可能性が高いと仮説を立てている。ドリアンのドラフトゲノム解析はドリアンがおよそ4万6千のコーディング及びノンコーディング遺伝子を持つことを示している。それらのうち メチオニンガンマリアーゼと呼ばれるクラスが特徴的なドリアンの匂いの主な原因かもしれない。ゲノム解析からはドリアンの最も近縁の植物が綿であることも示された。ドリアンの若木。成熟した個体は最大50メートルまで成長する。ドリアンの木は大きく、種によっては高さ2550メートルまで成長する。葉は常緑で楕円型から卵型。 長さは1 0 1 8トルである。花は大きな枝状やあるいは直接に、幹状に3個から30個の集団を作って形成され、個々の花は1つの額と5つの花びらを持つ。ドリアンの木は毎年1回、または2回の開花及び結実期を持つが、時期は種や栽培品種、地域によって違いがある。典型的なドリアンの木は4、または5年後に実をつける。 ドリアンの果実はどこの枝にあってもぶら下がり、10分後だいたい3ヶ月で熟す。果実は長さ3 0トル、直径1 5トルまで成長し、典型的には重さが1、3キログラムである。形状は卵形から丸型で、外皮の色は緑色から茶色、果肉の色は炭鉱色から赤色と種に応じて異なる。 ドリアン族ズリオの30の基地種のうち、以下の9種が、食用果実をつけることが同定されている、D. ジビスニス、D. デュリキス、D. グランディフローレス、D. グラベオレンス、D. クーティジェンシス、D. ロエニス、D. マクランサ、D. オクスリオネス、D. テスチュディネリアス。しかしながら、多くの種の果実はこれまで収集されていないか、適切に調べられていないため、 食べられる果実をつけるその他の種が存在するかもしれない。ドリアンはジャックフルーツと見た目が幾分似ているが、禁煙ではない。D ・ジビスニスが大規模に商業的に栽培され、原産地域外で入手可能な唯一の種である。この種は放任受粉性であるため、果実の色や匂い、果肉と種の大きさ、木の季節学にかなりの多様性を示す。 種商名のジビスニスは、インドジャウネコを刺す。リンナエウスによって授けられた、この名称がドリアンをとても好きなジャウネコを刺しているのか、あるいはジャウネコのような匂いがするドリアンを刺しているのかについては意見の相違がある。ドリアンの花は大きく、柔らかく、豊富な蜜を持ち、重く、酸っぱく、バターのような匂いを発する。これらの特徴は、 蜜と花粉を食べるタイプのコウモリによって受粉される、花に特有のものである。1970年代に、マレーシアで行われた研究によれば、ドリアンはほぼ例外なく、夜明けをコウモリによって受粉された。しかしながら、1996年の研究は、二つのタネディ・グランディフロレスとディ・アブロングスは、クモカリドリによって受粉され、もう一つのタネディ・クーティ・ジェンシスは、 大バチ、鳥、コウモリによって受粉されたことを示した。一部の科学者らは、ズリオ族、ボスキーア族、及びカラナイア族からなる、系統群において、単質型薬とより大きな花が発達していることは、甲虫による受粉から、脊椎動物による受粉への移行したこと連動して、生じたもの、との仮説を立てている。主治のドリアンの栽培品種は、特徴的な色を持つことが多い。 B101 は深い黄色の果肉を有し、もう一つの品種と明白に区別できる。何世紀にもわたって栄養クローンによって繁殖した膨大な数のドリアンの栽培品種が東南アジアで生まれてきた。かつてはより優れた品質の果実をつける木の種子から育てられ、子世代の品質は安定しなかったが、現在は取り木、高取法。 またはより一般的には継ぎ木によって繁殖されている。種子の栽培品種はトゲの形状といった果実の形状における、サイによってある、程度識別できるかもしれない。トリアン消費者は特定の栽培品種に対する好みを、述べ、それらは、市場で、高値がつく。タイの品種ほとんどの品種は、一般名と D で始まる、コード番号を有する。例えば、人気のあるクローンとして、 サルタン、コップ、チャネー、バーザーア、またはグリーンドリアン、またはツアン、メックヒジャウ、カンヤオ、モンソング、クラダムソング、D169 がある。それぞれの栽培品種は独特の味と匂いを有する。タイには200種類を超えるディージビスニスの栽培品種が存在する。モントーン種が、その濃厚で、コクのあるクリーミーさ。 まろやかな甘みの果肉と比較的穏やかな匂い、より小さな種子のため、商業的に最も需要が高いのに対して、チャネーシ種が、ファイトフザーアパミボーラによる感染に対する耐性という観点では最良である。ガーミアーウダネはそれほど一般的ではないが、甘みがありかつ無臭な時期が、より長いためをもんじられる。タイのすべての栽培品種の中で、チャネーシュ、モントーン種、 ガンヤオシュ、ルアンシュ、クラドムダネの古種が現在の規模に商業栽培されている。1920年代以降、マレーシアでは100を超える栽培品種が登録されており、1992年には193品種に達した多くの優れた栽培品種が毎年開催されるマレーシア農業、園芸、アグロツーリズム見本市での品評会を通じて見出されてきた。 ベトナムでは、ミューザング・キング種が、消費者によって好まれる一般的な品種である。2007年までに、タイ政府の科学者、ソング・ポール・ソムズリーは90を超えるドリアンの品種を、交配させ、特徴的な匂いのない品種、チャンタブリナンバー1を作出した。別の交雑誌チャンタブリナンバー3は収穫後およそ3日で、匂いを発する。そのため、 匂いのない状態での輸送を可能にし、同時に強い匂いを好む消費者を満足させることができる。2012年5月22日、これまでの匂いがない栽培品種ロングラプリーとリン、ラプリーが、大北部のウッタラギット県知事、ヨズンサミュートキリーによって公開され、ラプレイーーンで毎年開催されるドリアンフェアの日程が発表された。マレーシアの品種、マレーシア及び、 シンガポールで人気の幸い品種には D24、XO、竹足。茎の内部に独特の黄色がかった芯を持つ、そして猫3王猫山子がある。猫3王はその明るい黄色の果肉で知られ D24 をより強くしたようなものである。マレーシア農業、農業関連産業省は1934年にドリアンの品種の登録を開始した。色。 質感、匂い、収量、様々な病気に対する抵抗性で望ましい品質を持つ13のマレーシア品種が存在する。地元でドリアンオイと呼ばれる品種は丸型の中型で外皮は緑色と黄色、取り外しやすい果肉を有する。果肉は中程度に濃厚で硬く、色は黄色で甘い。もう一つの一般的な品種、クレナイエビは、 パハン州とジョホール州で見られる。果実は卵形の中型で茶色がかった緑色の皮と短い棘を持つ。果肉は濃厚で硬くはなく黄色で甘い。売られているドリアンドリアンは熱帯地域で栽培され、平均日中気温が摂氏22度を下回った時に成長を止める。ドリアンの生態学的多様性の中心はボルネオ島である。 ボルネオ島では、ドリアン族の食べられる、種の果実が、地元の市場で売られている。ブルネーでは消費者が、D. グラベオレンス、D. クーティジェンシス、D. オクスリオネスといった種を好むため、D. ジビスニスは栽培されていない。これらの種はブルネーに一般に分布し、D. テスティリネリアスや D. デ,デュリキスといったその他の種と、共に遺伝的に多様な作物源を構成する。ドリアンは、 大原産ではないものの、タイは世界最大のドリアン輸出国である。タイは毎年およそ70万トンのドリアンを生産し、そのうち40万トンが中国及び香港へ輸出される。マレーシアとインドネシアがそれに続き、それぞれおよそ26万5000トンを生産する。このうちマレーシアは1999年に3万5000トンを輸出した。 タイのチャンタブリー県は毎年5月初旬に世界ドリアンフェスティバルを開催する。この県だけでタイのドリアン生産量の半分を占める。フィリピンではドリアン生産の中心はダバオ地方である。ダバオ市ではドリアンを呼び物にしたカダヤンフェスティバルが毎年開催される。カリフォルニア州の市場で冷凍庫から取り出された網袋に入った ドリアンドリアンは1960年代初頭にオーストラリアに導入され、栄養繁殖系材料は1975年に初めて導入された。30を超えるリージ・ビスニスのクローンと6種類の他のドリアン族の種のクローンがそれ以降オーストラリアに導入された。中国が主要な輸入国であり、1999年には6万5000トンを購入した。続いて、 シンガポールが4万トン、台湾が5000トンであった。同年、アメリカ合衆国は2000トン、欧州諸友同体は500トンを輸入した。中国におけるドリアン人気の高まりのため、価格は4年で20倍以上,上昇し、2018年の市場規模は4億ポンド近くとなった。マレーシアは冷凍した丸ごとの果実の輸出について、中国と協定をまとめて2019年に、 初めて輸出を開始した。それまではタイの実が中国への果実そのままでの輸出が許可されていた。販売のためパックされたドリアンの果肉、種子が露出している。ドリアンは1年を通して利用可能なパパイヤといったその他の熱帯果実とは異なり、ある季節に限った果物である。半島マレーシアとシンガポールではドリアンの旬は通常6月から8月で、 マンゴースチンの旬と重なる。ドリアンの価格は、その他の果物と比較して、相対的に高い。例えば、シンガポールでは D24 や、猫三5 5といった、高品質品種に対する根強い需要により、2007年のドリアン果実のキログラムあたりの小売価格は8、シンガポールドルから15シンガポールドルであった。ドリアン1個の平均重量はおよそ1.5、 キログラムであるため、価格は12シンガポールドルから22シンガポールドルとなる。仮主費と呼ばれる果実の加食部の果実全体に占める重量はわずか15-30%である。また、ドリアン人気の高まりは、マレーシア品種の猫産王の価格の顕著な上昇にも見られる。ドリアン農家のキログラムあたりの収入は2018年までに2リンギットから60リンギットとなった。 そのため、パーム油あるいはゴムよりも、はるかに利益が上がる仕事になり、ドリアンプランテーションが増加した。それにもかかわらず、シンガポールの多くの消費者は、家族で分け合うために一度におよそ6個のドリアンを、購入するためにおよそ75シンガポールドリを突き込む、ことを心から望んでいる。旬のドリアンは主要な日本のスーパーマーケットで、見つけることができるのに対して、西洋では主に、 アジア食料品店で売られる。シンガポール地下鉄へのドリアンの持ち込み禁止を知らせる。標識ドリアンの独特な風味と匂いは高い評価から強烈な嫌悪感まで様々な反応を引き起こす。1856年にイギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスはドリアンの風味に関してよく引用される以下の記述を残した5つの部屋の中は 絹のように白く、そしてたくさんの柔らかでクリーム色の果肉が詰まっており、それぞれがおよそ3個の種子を含む。この果肉は食べることができる部分であり、その濃厚さと風味は必舌に尽くしがたい。アーモンドで強く風味付けされた豊かなカスタードという表現がそれについての概要を最もよくつかめるが、クリームチーズや玉ねぎソース、シェリー酒、 その他の似つかわしくない料理を思い浮かべる匂いを時折漂わせる。そして、果肉には他のものにはない豊かで粘りのある滑らかさが存在するが、それがその微味に加わる。酸味も甘みもみずみずしさもない。それにもかかわらずこれらの性質のいずれも無用であり、それ自身で完璧なのだ。吐き気やその他の悪影響は起こさず、食べれば食べるほど止められなくなる。実際、 ドリアンを食することは東洋への後悔で経験する価値がある新たな興奮である。東洋は比類なき極上の風味の食べ物を生む地だからだ。ウォレスはその匂いのせいで最初は食べるのに気が進まなかったと記したが、ボルネオで地面に熟した果実を見つけて野外でそれを食べて瞬時に病みつきのドリアン食いになった。ウォレスは1599年のある旅行者を 引用しししたたドリアンをを味味もののののによれば世界のすべての果物をしのぐほどの素晴らしい味であるまたウォレスは別の書き手を引用した慣れていないものにとっては最初は腐った玉ねぎのような匂いに思えるだろうが食べた後はすぐに他の食べ物すべてよりドリアンを好む先住民はそれに立派な称号を与え賛美しそれに関する詩を作る ほぼ間違いなくより突飛な多くの食べ物を食べてみたことがあるにもかかわらずテレビ番組アンドリュー・ジマーンの奇妙な食べ物のホストであるアンドリュー・ジマーンはドリアンの強烈な味に耐えられず食べきることができなかったウォレスは熟したドリアンの匂いは確実に最初は不愉快であると警告したのに対して西洋人による後の記述は細部にわたってより明らさまである小説家 アンソニー・バージェスは、ドリアンを食べるのは、便所で甘いラズベリーブランマンジェを食べるかのようだと書いた。気候作家、料理記者のリチャード・スターリングは、以下のように述べた、その匂いは最も良い表現をしたとしても運動用の靴下で飾り付けした豚の糞、テレピン油、玉ねぎだ。数ヤード離れたところからも匂いがする。現地で非常に人気があるにもかかわらず、生ドリアンは、ホテルや、 地下鉄、空港といった一部の建物への持ち込みが禁止されている。その他には、蛇行猫、下水、腐りかけた、オートブツ、スカンクが放つ、液体、使用済み綿棒に例えられてきた。ドリアンの匂いに対する幅広い描写は、ドリアンの匂い、それ自身の変わりやすさと深い関係があるかもしれない。異なる種、またはクローンに由来するドリアンはかなり異なる匂いを持つ。 例えば、D. デュリキスは、テレピン油香と深いキャラメル風味を譲るのに、対して、D. グラベオレンスは焙煎したアーモンドの香りを放つ。D. ジビスニスの品種の中では、タイの品種は、マレー半島の品種よりも風味は、より甘く、匂いは弱い。成熟の度合いも、同様に風味に影響する。ドリアンの風味と匂いの原因となる何百にも上る、化学成分には、エステル、ケトン、 アルコール、有機溶化合物、様々なチオールといった多様な揮発性化合物が含まれる。2メチルラクサムエチルが複数の品種の研究においてエステルの中で最も含有量が高かった。糖含量は主治のドリアンの品種で8-20%の範囲であった。ドリアンの果肉は多様なポリフェノールと様々なカロテノイドを含む。 頻繁にドリアンに接する東南アジアの人々は、そのケトン及びエステルの甘い匂いと揮発性アミン、及び脂肪酸由来の腐った匂いあるいはプトレシン、臭を容易に区別することができる。一部の人々はこれらの匂いを区別できず、ドリアンを不快だと感じるが、その他の人々は心地よく、魅力的に感じる。この強烈な匂いを、動物は 1km 離れた場所からも気づくことができ。 したがって、動物をおびき寄せる。加えて、ドリアンは、リスや豆鹿、豚、マレーグマ、オランウータン、ゾウ、そして肉食性の虎も含む多様な動物の気を強く、そそる。これらの動物の一部はドリアンを食べて、親の木の下に種子を捨てるのに対して、一部は果実と一緒に種子を飲み込み、離れた場所で排泄することで、結果として種子がまき散らされる。 果実の棘の多い鎧は小型の動物を阻止する大型の動物は種子を親の木から離れ場所に運ぶ可能性がより高い。購入前にドリアンの匂いを嗅ぐ消費者。ラルース料理大辞典によれば、ドリアンは殻が割れ始めた時が食べ頃である。しかしながら享受される成熟の理想的段階は東南アジアの地域ごと、そして種によって違いがある。 一部の種は高く成長するため、地面に落ちてきた時だけ収穫することができるが、デージビスニスのほとんどの栽培品種はほぼ常に木から切り離されるため、売られるのを待つ間に熟成することが可能である。タイ南部の一部の人々は、殻の中の果実の塊がまだサクサクしていて、匂いが柔らかな比較的若いドリアンを好む。タイ北部の一部の人々は、柔らかく、 方向のある果実を好む。マレーシアとシンガポールでは、ほとんどの消費者はできるだけ熟していて、香りが刺激的な果実を好み、殻がすでに割れて開いた後も熟成を続ける危険を犯すことさえある。この状態では、果肉はよりクリーミーで、わずかにアルコールの匂いがして、香りは強く、風味は非常に複雑となる。消費者の熟成度合いに関する。 様々な好みによって良いドリアン選びに関して一般的見解を述べることは困難である。木から落ちたドリアンは24日間熟し続けるが5または6日後にはほとんどの人は熟しすぎてまずいとみなすだろう。しかし一部のタイ人はその時点からパームシュガーを使って調理に進みドリアングアンと呼ばれるデザートを作る。ドリアンの果実は伝統的なマレーのキャンディーや アイスカちゃん、ドドル、レンプック、ローズビスケット、アイスクリーム、ミルクセーキ、月平、ビュッシュド、ノエル、カプチーノといった、多種多様な甘い料理の風味付けのために使われる。エスドリアンはインドネシアで人気のデザートであり、インドネシアの都市、特にジャワ島の道路脇の露店で売られている。プルットドリアンあるいはケタンドリアンは、ココナッツミルクと共に蒸したもち米で、 熟したドリアンをつけて供される。サバ州では赤ドリアンは玉ねぎと唐辛子と一緒に揚げられて副菜として供される。赤身ドリアンは淡水魚から作られるインドネシアのスープ、セイヤに伝統的に加えられる。いかん、ブレンケステンポヤックはドリアンを元にしたソースで調理した魚でスマトラ島の伝統料理である。乾燥ドリアン果肉は クリピックドリアンとすることができる。テンポヤックは発酵したドリアンを刺し、そのまま食べるには適さない品質のより低いドリアンから大抵作られる。テンポヤックは調理するあるいは調理せずに食べることができ、通常は米と一緒に食べられ、カレーを作るためにも使うことができる。サンバルテンポヤックは発酵したドリアン果実、ココナッツミルク。 サンバルと呼ばれる香辛料ソースから作られるスマトラ料理である。パレンバンではパンガシウス族の生酢はテンポヤックいかんパテンやブレンケステンポヤックとして調理される。タイではドリアンは甘いもち米と一緒に生で食べられることが多く、市場ではドリアンペーストの塊が売られているが、このペーストの多くはカボチャで混ぜ物がされている。未熟なドリアンは 野菜として調理されることがあるが、フィリピンは例外で塩味の料理には使われない。マレーシア人はドリアンの砂糖漬けと塩漬けの両方を作る。ドリアンを塩、玉ねぎ、酢と一緒に細かく刻んだものはボザーと呼ばれる。栗ぐらいの大きさのドリアン種子は茹でるか炙り焼きするかココナッツオイルで揚げて食すことができ、タロイモやヤムイモと似ているが、 より粘り気のある食感を有する。ジャワ島では種子は薄切りにされ砂糖菓子にされる。調理されていないドリアン種子はシクロプロペン脂肪酸により潜在的に毒性を有し摂取すべきではない。ドリアンの若い葉と目は葉物として時折調理される。時々焼けた火火の灰が特別なケーキに加えられる。ドリアンの花びらは インドネシアの北スマトラ州で食されるのに対して、モルッカ諸島ではドリアンの果実の殻が魚を燻製にするための燃料として使われる。ミツバチが集めたドリアンの花の蜜と花粉は重要な蜂蜜源であるが、この蜂蜜の特性は未知である。中国では、甲州を中心に流連蘇というドリアンパイとして通常食されており、レストランなど料理店でも一般的なメニューとなっている。 クリーム状にしたドリアンをパイ生地で包んで焼き上げたもので外見は春巻きに似ているほか特有の匂いもほとんど抑えられて食べやすいように調理されている生のドリアンは水65%炭水化物27%脂肪5%タンパク質1%からなる1 0 0ム中生あるいは新鮮な冷凍ドリアンはチアミンの一日摂取量の33%と 中程度の量のその他のビタミン B、ビタミン C、マンガンの栄養価を持つ。マレーシア、タイ、および、インドネシアの種子のドリアン品種では、炭水化物含量が16-29%、脂肪含量が2-5%、タンパク質含量が2-4%、食物繊維含量が1-4%、カロリー値が 100g あたり 84-185kcal ロロと差がある。 ドリアンカニクの脂肪酸素性はオレイン酸とパルミチン酸が特に豊富である。中国へのイエズスカイ伝道者ミハウボイムはヨーロッパの学者へのドリアンの初期の報告の一つを行った。ドリアンの起源はボルネオ島及びスマトラ島の地域と考えられマレー半島に自生しておりインドからニューギニアまで幅広い地域の果樹園で一般的に栽培されている。400年前、 ドリアンは現在のミャンマーを通って取引され、特にタイと南ベトナムで活発に栽培された。ドリアンに関して言及した、知られている最初期のヨーロッパの文献はニッコロ・デ・コンティの記録である。デ・コンティは15世紀に東南アジアへ旅した。ポッチョ・ブラッジョリーニがラテン語で記したデコンティの旅の記録を翻訳する。彼らは彼らがドリアンと呼ぶ緑色の果物を持っている。 これはスイカほどの大きさである。内部には引き伸ばしたオレンジのような5つのものがあり、これは濃厚なバターに似ており、多くの香りが組み合わさっている。ポルトガルの医師ガルシア・デオルタは1563年に出版されたインドの薬に関する対話中でドリアンについて記載した。1741年、ドイツの植物学者ゲオル・クエバー・ハルト・ルンフィウスによる アンボイナ植物史が出版された。この本は一世紀長にわたって最も詳細で正確にドリアンについて説明したものであった。ドリアン族はルンフィウスによって作られた以来多くの種が取り去られ追加されてきた複雑な分類を持つ。その分類学的研究の初期段階にはドリアンとサワーソップが少し混同されていた。 これらの種はどちらも棘のある緑色の果実を持つ。サワーソップに対するマレー語名はドリアンベランダであり、これはオランダのドリアンを意味する。18世紀、ヨハン・アントン・バインマンは、ドリアンの果実が西洋土地の木のものと似ているため、ドリアンはキャステネに属すると考えた。ズリオ・ジビスニス。ホーラー万能店による多色石板すりの絵。 1863年ディ D. ジビスニスは16世紀のポルトガル人によって、正論へ導入され、後に、幾度も、再導入された。アメリカ州にも植えられてきたが、植物園に限られる。最初の苗は1884年に、旧王立植物園から、ドミニカのオーギストサンイコールアロマンへ送られた。東南アジアでは、ドリアンは、数世紀にわたって、村レベルで、 そして20世紀中頃以降は商業的に栽培されてきた。オーストラリアの作家、博物学者のエドマンド・ジェームズ・バンフィールドは著作、マイトロ・パック・アイルにおいて20世紀初頭にシンガポールにいる友人がどのようにしてドリアンの種子を自分に送ったかを伝えた。バンフィールドはこの種子をクイーンズランド州の北海岸沖の自身の熱帯の島に植えて世話をした。 1949年、イギリスの植物学者 E.J.H. コーナーは、ザドリアンセオリー、オアザオリジンオブザモダンツリーを出版した。コーナーの理論は、動物被植種子散布は、種子散布のその他の手段より前に生じ、ドリアン族の原質素選手はこの種子散布方法の最も初期の実践者であり、特に、特にアカドリアンは、非植物の原始的な果実の典型的な例を示す。 というものだった。しかしながら、ドリアン連のより近年の範囲においては、果肉のような仮種皮と棘のあるか実はこの、系統群内から来ている。一部の属はこれらの特徴を有するが、その他の属は持たない。最近の分子生物学的研究は従って、コーナーのドリアンの理論を反証する。1990年代初め以来、東南アジア諸国連合地域におけるドリアンに対する、 国内的なびに国際的需要が一つにはアジアが豊かになってきたことが原因で著しく高まってきた。特定の場所で一般的に信じられているのはドリアンはコーヒーあるいはアルコール飲料と一緒に食べるという害であるというものである。校舎の思い込みは少なくともルンフィウスが消化不良と口臭の原因となるためドリアンを食べた後はアルコールを飲むべきではない。 と記した18世紀に遡ることができる。1929年、J.D. ギンレットは著作、マレーポイゼンスチャームキュアーズに、ドリアンの果実は、ブランデーと一緒に食べではならない、と書いた。1981年、J.R. クロフトは著作、ボムバコッチ、インハンドバックスオブザフローラオブパブアニューギニアに、ドリアンを食べた直後にアルコールを摂取すると、しばしば、 病的状態の感覚が来ると書いた。この信じられている考えの妥当性に関するいくつかの医学的調査が行われ、様々な結論が得られているが、筑波大学のグループの研究ではドリアンに含まれる高濃度の硫黄成分がアルデヒドデヒドロゲナーゼの活性を阻害し、これによって体から毒素を取り除く活性が70%減弱することを見出した。 ドリアンの果実は鋭い棘で覆われている。シンガポールのエスプラネード劇場の建物の愛称はザ・ドリアンである。マレーシア国立科学センタードリアンは一般に果物の王様と呼ばれるが、このあだ名はその恐怖心を起こさせる見た目と強烈な臭いに起因するかもしれない。原産地の東南アジアではドリアンは常食されており、その地域での文化的需要に従って、 地元メディアで描写される。香港の監督フルーツちゃんの2000年の映画、ドリアンドリアンにおいてドリアンは、醜さと美しさの主観的性質を象徴し、シンガポールのテレビコメディ、ドリアンキングでは、エイドリアンパンが演じた無鉄砲だが、愛嬌のある主人公の愛称として使われた。同様に、奇妙な形をした、シンガポールのエスプラネードの建物は地元ではしばしば、ザ・ドリアンと呼ばれ、 ザビック・ドリアンは、インドネシアのジャカルタの愛称である。ドリアンは重く、鋭いトゲで覆われており、さらにかなりの多さから落ちてくる可能性があるため、人の頭の上に、ドリアンが落ちると重大な怪我を引き起こす、可能性がある。ドリアンを集めるときは、保護棒をかぶることが推奨される。アルフレッド・ラッセル・ウォレスは、血液の多量進出が炎症を妨げるため、それによって死に至ることは稀だ。 と書いた。世間での言い習わしは、人間にとって危険な日中に落ちることはないと言われているため、ドリアンは目を持っていて、落ちている場所を見ることができるというものである。しかし実際には、乳児の上に、ドリアンが落下して死亡した事故が起きている。インドネシアのことわざ、ケチバンドリアンラントゥーは日本語の棚から、ボタン持ち、英語の、ウィンドフォルゲインに相当する。にもかかわらず、 インドネシアでは、ドリアンの木の下に留まらないように警告する標識が見られる。果樹園では、強いナイロン、またはオリロープ網が、ドリアンのこの間にしばしば貼られており、これは三つの役割を果たす。網は熟した果実を集めるのを助け、地表のスカベンジャーを阻み、ドリアンが人の上に落ちるのを防ぐ。フィリピンダバオしに自生していた棘のない天然の、 ドリアンの品種が1960年代に発見された、これらの種子から生まれた果実もトゲを描いていた。果実が熟すにつれて、臨片の根本がトゲに発達するため、未熟な果実の臨片を削り取ることによって、トゲのないドリアンが作り出されることがある。マレーシアでは、トゲなしドリアンクローン D172 が1989年6月17日に、ノーム賞によって登録された。 このクローンはドリアンボタクと呼ばれた。インドネシアではブラウイジャや大学ドリアン研究センター長 IR スメール・アシャリがマラン県河川本から発見されたトゲナシドリアンを報告した。別の栽培品種がインドネシアに死ぬサトゥンガラ州ロンボク島から出た。スマトラゾウやトラといった動物はドリアンを食べることが知られている。タイがつけた2006年の台風の名称の一つは ドリアンであった。この名称は2006年に引退となった。ドリアンは様々な野生の獣によって非常に愛されているため、ドリアンはマレーシアにおけるビッグフット、オラン・ペンデクの伝説や、そのスマトラ版において見られるように人間の長く忘れられた野獣のような一面を示すことがある。これらの未確認動物はどちらもドリアンを大いに楽しむと主張されてきた。 マレーシアではドリアンのハトネの煎じ薬がかつて下熱薬として処方された。歯の汁は発熱している患者の頭に塗られた。発熱に対する治療薬としてのドリアンの医薬としての利用の最も完全な記述は1930年にバークルとハニフによって収集されたマレーの処方箋である。この処方煎はハイビスカスローザシネンシスの根、ね。 ズリオジビスニスの根、ナフィリアムローンガンの根、ナフィリアムマタービレイの根、アルタカーペスインテイグラフォーリアの根を茹でて、煎じ薬として飲む、あるいは湿布として使用することを読み手に指示している。東南アジアの民間伝承や中国医学は、ドリアンの果実が角の発汗を引き起こす傾向にある温める性質を持つと考える。これを中和するための伝統的方法は、 果肉を食べた後のドリアンの空の殻に水を注ぎ入れて、それを飲むことである。また別の方法として、冷やす作用を持つと考えられているマンゴスチンを、ドリアンを共に食べる方法がある。妊娠中の女性あるいは高血圧の人はドリアンを食べないように伝統的に助言される。ジャワ人は、ドリアンが美薬効果を持つと信じており、ドリアンと共にまたは食べた直後に、 どのようなものを食べて良いか良くないかに関する一連の規則を課す。インドネシア語のことわざ、ドリアン・ジャ・チャサーン・ナイクは、この信じられている考えを指す。事実であると思われているドリアンの公職な性質に、対する警告は西洋にもすぐに広がった。スウェーデンボルグ主義者で、哲学者のハーマン・ベッターリングは、ドリアンの、いわゆる、性愛的性質に関して20世紀初頭に、言及した。 中国におけるドリアン需要の上昇によって、マレーシアでは小規模果樹園から大規模な生産工程への移行が促されてきており、大規模なドリアンプランテーションのために森林が切り開かれている。ありがとうございます。